セサール・ルイス・メノッティは、アルゼンチン・ドサリオ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。1976年に、軍事クーデターが起こり、正常が不安定になる中、前回西ドイツ大会経験者の FW のマリオ、ケンペスを中心に、それ以外のメンバーは、国内から MF のオズワルド・アルディです。 DF のダニエル・パサレララ有能な若手選手を抜擢、国際試合における蛮行で、暴力的なイメージが定着した代表チームに、クリーンで攻撃的なサッカーを浸透させ、1978年アルゼンチン大会で初優勝に導いたことで知られる。若くして、監督のキャリアをスタートさせ、1971年から就任した CA ウラカンでは、アルフィを罰入れ、 ミゲル・ブリンディ・シラゴに指導者としても活躍する選手や、アルゼンチン W 杯代表のレネ・ハウス・マンラを率いて、メトロポリタンリーグを制覇。この結果が認められ1975年に FIFA、ワールドカップ地元開催を控えたアルゼンチン、代表監督に就任することになった。1974年に死去したフアン・ペロン、大統領の後を継いだ妻のイサベル・マルティネス・デ・ペロンの、 失勢とそれに対する抗議テロにより、国内が混乱する中、1976年3月24日、軍事クーデターが勃発し、ホルヘラ・ファエル・ビデラ将軍が実権を掌握。軍事政府によって、左翼家や一般市民が次々と弾圧、処刑されるなど不穏な空気が流れ亡命者が続出する中、メノッティは国内に止まることとした。 軍事政府は W 杯を成功させ優勝させることが自分たちの PR になると考え全面的に支援することを約束をしたのだ。その一環として選手の海外移籍を禁じ代表強化合宿に集中しやすい状況にした。メノッティは当時首都ブエノスアイレスに本拠を置くクラブが絶対的に権威を持つ中、官令を破り地方のクラブから多数の選手を選出した。 オズワルド・アルディレスが、その代表格で、彼はそのままチームの中心選手として君臨した。その後、当時17歳のディエゴ・マラドーラが頭角を表し、大会直前の合宿メンバーに招集されたが、逸材をプレッシャーのかかる重要な大会で潰すわけにはいかないとして、最終的に22名のメンバーからは外すことになった。メノッティは、彼はまだ若い。 次のチャンスまで機会を待とうと語ったが、このことは、マラドーナ本人、相当ショックだったという。大会を勝ち進み2次リーグでは、ライバルのブラジルと同じ組に入った。直接対決は0から0で引き分けその時点で、勝ち点は並ぶものの得失点差は3に開いていた。2次、リーグ最終日に、ブラジルが先に試合を終えた結果、アルゼンチンが、 決勝に進むには4点差以上での勝利が必要になる絶対絶命のピンチに陥った。しかしこの逆境を跳ねのけ6から0でペルーに勝利。この勢いに乗り決勝では前回準優勝のオランダを3の1で下し見事初優勝メノッティは政府から課せられた優勝の使命を果たした。翌1979年ワールドユース日本大会でも ディエゴ・マラドーラを要し、これを制するなど、順調にことは進み、前回優勝メンバーとユース世代の融合が期待されたが、1982年のワールドカップスペイン大会では輝きを見せることなく、2次リーグ敗退の結果に終わった。これ以降も、名門 FC、バルセロナやメキシコ代表、アルゼンチン国内のクラブを率いるなど、現役の指導者として活躍している。 ありがとうございます。